方向です。終わってしまった。まあでも無事帰れてよかったな。よう分からへん。ヘッドライト切れたら、もうよう頑張ったけどな、ここまで故障せずに。ここに来て、これ何？電圧。うわぁ、ここに来てやもんな。もうでもちょっとや。電圧は 14.8、問題なし。わぁ、まずい。これは完全にまずい。パッシングしてる。あ、間違えた。めっちゃパッシングしてるみたいなと思ったな。ハイビームが壊れたんか。まあギリやな。あれ高速でなってたらまずかったな。いやほんとツーリング最後の最後まで何が起こるかわからんからな。これはあれやな、ここに来ておそらくトリチウムイオンバッテリーなんですけど、まあ結構長いこと使ってるんで、発電量としてはね問題ないんですよ。アクセルを回せばね 15.3 ボルトも流れるでしょ。でもねおそらくどういうこと？え？あれ？どういうことや？ホラーって書いたけど、これ何やこれ？ちょっと待って。ヒューズ飛んだか。でもね、大丈夫。これヒューズじゃなくて、え？何かおかしい。あ、何やこれ？別にここに取れたかいらんないけどな。え、なんでやろ、今キルスイッチ切っただけやのに。まあでもここまで持ってくれたな。こんなんだって四国とかね、いくらでも泊まるタイミングがあったのに、ここまで持ったんですからね。まあまあまあ、あのバイク、あの四国ツーリングで止まったって言ったらね、ちょっと一見大ごとのように聞こえるんですけど、あのもう家の近くなんでね、あの帰れるんですけど、動いた。え、何やったの、拗ねただけか。え、止まった。え、ちょっとどういうこと。最後ぐらい押したるか。
もそも。感動のフィナーレやったけど、もう印鑑も切ってたのに、もう家そこやし分かっとるで。まあ、なんすか、家に着きました。疲れたな。いやでも楽しかった。以上です。なんかね、重たくてね、動かなかったんですよ。で、見てみたらね、まあ、ありえないことなんですけど、店内でパンクしてました。ただのね、偶然なのは、わかるんですけど、なんかフォアが僕をね、ここまで頑張って運んでくれたように感じて仕方がなかったです。本当にね、満身創痍、ありがとうって思いますね。最後ね、壊れはしましたが、原因を究明するとリチウムイオンバッテリーのね、突然死で、タイヤは普通にパンクしてました。これはね、旧車だからという故障でもなく、確かに整備不良ではありますが、予測はちょっと難しかったです。よく持ちこたえてくれたと思います。この四国旅は、本当にね、いろんな人や景色、食べ物に出会えてね、素晴らしい経験をすることができました。フォアをね、とても大事にしてますけど、まあ、気のせいかフォアも僕のことを大事にしてくれてるように感じた不思議な出来事でした。まあ相棒なのは間違いないです。そして、最後まで見てくれた皆さん、本当に、ありがとうございました。